塾長の酒機構。八丈島酒機構パート7、島流し編、東京都八丈島。はい。皆様、こんにちは。おっさっけーの塾長でーす。今回もどうぞよろしくお願いしまーす。八丈島酒機構パート7のお話をさせていただきます。この話は過去に訪問した内容ですので、現在では一部変更があるかもしれません。あらかじめご了承いただけたら幸いでーす。八丈島酒機構7回目島流し編になります。江戸時代初期から明治時代までの約300年間、1900人もの近い流罪人が島流しにされた島、それが八丈島です。この島への最初の流罪人は戦国時代の豊臣政権五大老の一人で、備前岡山57万4千石の大名であった宇喜多秀家と言われております。宇喜多秀家は1600年までは強大な勢力を持ちましたが、天下分け目の関ヶ原の戦いで石田三成率いる西軍の主力として徳川家康に敗れてしまいます。そして約2年間を薩摩島津氏のもとに潜んだ後、徳川家によって八丈島に流刑され、50年近くを島で暮らしまして、83歳でその生涯を閉じたのでした。宇喜多秀家をはじめとする島流しにされた流人の史跡を見ることができます。それが八丈島の観光名所の一つ、陣屋と大里玉石垣です。丹宗庄右衛門のさつまいもを用いた焼酎製造法伝来の功績を称えた島酒の日を見学した後、陣屋と大里玉石垣に向かいました。本当は町営バスに乗りたかったのですが、やはり今回も時間が合いませんので、島酒の日のバス停旧町役場から町並み散策を目的にしまして、7個目のバス停である大里まで歩くことにしたのでした。1時間ほどの時間はかかりましたが、宇喜多秀家の墓、宇喜多秀家の住居跡、岡山城の石、歴史民俗資料館、現閉鎖なども寄ることができまして、陣屋と大里玉石垣に到着したのでした。大里玉石垣を歩いた風景ですね。情緒があってやっぱいいですよね。あれ、積むの大変ですよね、これね、一個一個ね。島酒の日からですね、テク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 歩いた途中にあったですね、
宇喜多秀家住居の跡地ですね。1600年までは岡山ですね、岡山城にいてですね、強大な勢力を誇っていた宇喜多秀家、そういう背景もありまして、岡山城の石垣ですね、石ですね、それが飾ってありました。寄贈されたみたいですね。ここは歴史民俗資料館ですね。本当は中に入りたかったんですけど、地震の耐震のためにちょっと工事されてるみたいでですね、ちょっと入れなかったっていうことなんですね。まあ、この庭もね、何かその情緒あふれるところでしたよね。陣屋と大里玉石垣は古くから島の中心地であり、有力な家や旧家が多くあった大里の集落に存在する無数の玉石の石垣群になります。陣屋が設置されたのは室町時代後期1528年のことで、それから明治時代後期1908年に貸立地区向里に市長が移転するまでの380年の長い間、大里は八丈島の政治の中心地だったのです。暴風から屋敷を守るために石垣を築き、その上に植え込みを作って暴風林としたのですが、その石垣を構成する玉石は流人たちが一日の糧を得るために前崎ヶ浜や横間ヶ浦などの海岸から一つずつ運んだものと言われております。陣屋と大里玉石垣は八丈小島の大平山も眺めることができる美しい景観になりますが、流人の歴史を物語る貴重な史跡になります。実際に玉石垣がある路地を歩いてみると、無数の玉石が規則正しく積まれております。海岸までは近い距離ではありませんので、この石垣を築くのに必要な大量の玉石を運搬した流人の多大な労力は想像がつきません。島流しの歴史を持つ八丈島、多数の流人が流された史実、そしてその人々を温かく受け入れた島民の心も忘れてはいけないでしょう。歴史民俗資料館の庭にあった写真ですね。いわゆる大きな亀、島焼酎製造にね、使われたものだと推測しますね。こういうね、木とか植物を見るとですね、南国に遊びに来た、寄せてもらったっていう感じしますよね。島酒の日からテクテク歩いてですね、大里玉石垣に行くにはですね、この道を通りましたね。ずっとね、もっともっと行くと末吉とか貸し立てですね、に行くんですけどね。はい、到着した時は、そうですね、これまだ、昼の、1時くらいやったかな。で、その日がね、ものすごい出ててね、明るかったですね。これちょっとね、坂を下ってきたところでしょうかね。天気が良かったらね、この八丈小島にある大平山も、見ることができるところなんですね。玉石垣のこれ逆の部分ですね、いわゆる山の方にですね、ちょっとアングルを当てた、画像ですね。あ、
これね、皆さん見えますかね、八丈小島の大平さん、先の海の、上部にうっすらね、遠隔があると思うんですが、これがね、八丈小島にある大平さんですね。山ですね。しかしね、この玉石垣、まあ、暴風林に備えるっていうのもあんねんけど、よくこれね、本当に積みましたよね、っていう風に感銘を受けました。はい、途中帰るときにですね、喉が渇いたんで、途中の酒屋さんで、マイグラスにですね、ビールを入れて飲んでました。こんな写真いらんかっていう感じかな。以上、八丈島酒機構パート7は終わりになります。次回に続きます。ありがとうございました。